谷だけじゃない。カブス今永が驚異の15勝、大谷翔平のあまりの異次元ぶりに世界中の注目が集まっているが、日本の皆さんはすっかり忘れてはいないだろうか。カブス今永翔太がナショナルズ戦に先発し、7回94球を投げ被安打6、奪三振4、四死球0、失点0の好投で15勝目を挙げた。カブスのプレーオフ進出はなくなったものの、新人王獲得へ向けてこの試合を含め今永の登板はあと2試合となっている。 MLB1 年目の日本人投手の歴代勝ち星を見ても、今永はすでにのもマー君の13勝、石井和久の14勝を超え、松坂の15勝に並び、マエケン、ダルビッシュの16勝へあと1勝としている。残り2試合で最多の17勝も夢ではない。これすごすぎるどころの話じゃないよな。15勝を挙げたのもすごいけど、防御率 2.91 と3敗っていうがえぐい。来年はサイヤング候補に上がってもいいくらいの成績。日本で大々的に報道されてもいいくらいなのに小さく報道。いや、大谷翔平っていう MLB ナンバーワン選手いるから日本人は麻痺してるんよ。メジャー1年目での活躍が当たり前に。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。